こちらが WWE のベルト被ってそうですね、イギリスから帰ってきて、はい、WWE ってことは25歳の時だったので、ユニバーサルプロレスに移籍して、はい、なんか、UWF のベルトを入れ替えたので、藤波さんも同じベルト持ってるんで、はい、で対抗戦やろうと、はい、統一戦やろうって言うんで、はい、ユニバーサルの方からはそうやって仕掛けるしかないんじゃないかって言ってやったんですよね、はい、俺はもうこの時ももしそれ実現したら、はい、どんな手ですかってやってしまうと思ってましたけど、プロレスする気はなかったですね。あ、何でもありでやったもん勝ちだと思ってました。そんなそんな若者の顔してますよね。いやいや、なんでかっていうと、はい、もうユニバーサルプロレスがなんかね、はい、風前の灯火で、はい、地方で興行やってもなんか観客数が20何人とか、ね、地方特に苦戦したってね。そうそうそう、で一番最後の方に藤原さやまでいっぱいになったかなっていうぐらいでどうしようもなかったんですね。無限大記念日っていうのなんか、はい、あ、はい、そう、あんなんでもなんかあれ藤原さんが釣ったようなもんだからね。藤原さんがね、さやまさんの夢やってないんですけど、何もアイデアなかったんですよ。あの時4人で集まって、はい、でどういう試合やりますって言っても、もう団子になったりとかできなかったんですよ。藤原さんが引っ張って何とか言うんですね、はい、ただ藤原さんはそういうことはもう一言も言わないんで、はい、ペラペラおしゃべりな佐山さんがなんかキャリーも作ったようにみんなに見えちゃうっていうだけの話ですよ。最後の半ですか、半とあれですか、半の、だから俺ロシアに選手させた時に、はい、まあ、どうせだったらなんか昔から興味があった神経勝負、神経勝負って言っても誰も知らないじゃないですか。知らないでしょ。でね、もともとねスポーツっていう言葉あるじゃないですか。あれ言語があって、でその言語は何が来たかっていうと、なんかねスポなんとかっていう言語があって、でそのスポーツの言語は何かって言ったらテラグサビなんですよ。テラグサビなんですよ。でね、まあプロレスって結構揶揄されるんですけど、はい、実際はどうかっていうと、はい、プロレスの方が大変なんですよ、はいはい、ブック破りやるかもわかんない、はい、でしょ、はい、でなんか信頼する相手にもう危険も症状全部体を合わせてるのに、相手が未熟だったら怪我をする、はい、相手に悪意があっても怪我をする、はいはい、ね、でこっちはちょっとなんかアクシデントで汗で滑った、それでも怪我をする、はい、で全身も怪我をするんですよ。肩叩いて顔が横向いたらパーンと、うん、で引退した後どっちが壊れてるかって言ったらプロレスラーがはるかに壊れてるんですよ。みんなボロボロじゃないですか、みんな杖ついてるし、大手術繰り返してるし、ほんでスポーツ格闘技の方はどうかって言ったら体重同じでやることが決まっていて、レフリーがいて、で不意打ちがなくてドクターがいて、でルールがあって、だから何も怖いことは何もないじゃないですか。反則もしちゃいけない、ね、反則もしちゃいけない。でもレスラーの場合は前田明みたいなやつがいて、ね、例えばインターのベルト同じやつをもう一人持ってる、試合が決まるかわかんない、試合決まったらやっちゃおうと思った、こんな気がついたらいいですね。そうそうそう、そういうやつがいますからね、実際にでそういうやつも相手にしなきゃいけないから大変ですよ。そうですね。でそういう観点からね、俺考えてみるとね、本当に純粋な格闘技って真剣勝負やって格闘技って軍隊にしかいないと思ったんですよ。あ、はい、でだから軍隊格闘技のやつ引っ張ってこいと思ったんですよね、はいはい、でそんならあのどこも指揮官だとそんなの出さないんですよ、はいはい、特殊部隊出身だとか特殊部隊に関係してる人間って、はいはい、特殊部隊自体が秘密だから、そうですね、国家秘密に近い、国家秘密だから、はい、出さないんですよ、はい、でもそれ当時その時は、はいはい、ペロストロイカで、はい、軍人の給料自体も支配するような状況で、で特殊部隊の一部の人間はなんか外国の のが傭兵部隊に行って金稼いだりとかそういうことにするようなやつができたんですね。でそれでロシアのなんかジナモとかあの辺と組んで、あの辺の司令官と組ん でそういう人間のためになんかスポーツ格闘技っていうんで
飯を作る道を作ろうと、でそれで海外の傭兵に行くっていうのをちょっとやめさせようかということでコマンドサンボって言ってたんですよ。であれコマンドサンボはリングスと当時のジャーマンの長官とパコージンと堀前さんの4人で作ったんですよ。でコマンドサンボっていう名前を命名したの俺ですよ。すいません、全然知らないです。すいません、コマンドサンボの名前を命名したの本当に俺ですよ。これはね、ハンとかね、この辺に聞いてもらったら分かりますよ。ほんで、まあ、そういう思い出の前哨ってね、なんでハンってね、なんかそういった意味で。で、ハンってね、ソ連のアフガニスタン侵攻に行ってるんですよ、アフガニスタンに。あ、そうなんですね。で、何しに行ったのって言ったら、占領地のね、治安維持の部隊で行ったの。で、占領地の治安維持って何やるのって言ったら、ゲリラの掃討作戦。一番消防戦の問題ですね。だから占領したところに出るゲリラ、ゲリラを捕まえて、まあ、抹殺、まあ、殺したりとか、はい、なんか捕まえてどっかに送ったりとかする部隊で、で行ったんですよね、こっちね、空挺 である時なんかサバイバルゲームの話やって、はい、本当に本当の銃を持ってなんか例えばなんかどっかのジャングルに、はい、リングスの選手全員に銃とか持たして、でお前は半一人でやったら、例えば20対1ぐらいでやったら何日ぐらい全員がつけられると思って、3日もかんないで、3日かんないで20人全員、うまくいったら1日で全員待つ、次の頭が宙にて痛みも何も感じずにあの世に送ってあげる。それだけ研ぎ澄まされた人が理由があったらどうなるのか、一つのあれになりますよね。あちらにも2枚ありました。アンドレ選手左がそうですね。でこっちは船木でしょ、これ上。そうです、そうです、はい。アンドレでもこの日の試合でね、俺全力のローキックをもうなんか何十発蹴ったんですよね。はい。でね、もうアンドレ自身ね、もうこいつやっぱり怪物なんだなと思ったのが、はい、翌日足引きずられてね、普通に試合してました。普通に歩いてで全然青たんもなるのできてないし、本当ですか、はい、晴れてもないし青たんもできてないし、なんていうかね、それびっくりしましたね。これどうなってんのかな、こいつらしって。よく大きい人は末端で倒せって言うけど、そうとは限らないですけど、聞かない人は聞かなかったですね、なんかね。だからなんかアンドレに詳しい人によると、なんか俺と試合した時はもうなんか立ったり横になったり立てることになったりって、はいはい、それを繰り返して、はい、待てたんじゃないかって。ああ、なるほど。猪木さん怒ってますね。でこれ試合終わったら俺なんか、これ仕掛けた猪木さんかなと思って、はい、かなと思って猪木さんに突っかかっていこうと思ったら、もう、はい、もうよくやったらあれでいいんだよって言われて、おー、猪木さんですか、あれって言って猪木さん、俺なんか褒めたなと思って、だったら誰なんだと思って、こうやって見たら、サービスしてて、チュッ。あ、そうなんですか。なんだお前かよ。サービスしてて。そうなんですか。ダメだよ。猪木さんっぽいですね、なんか。そうそうそう。あれでいいんだよ、って。俺が入った頃、新日本プロレスはなんかもう外人にリングで舐められるのだったら、もういいからやってしまえって言ったんでね、はいはい、って言われたんですよね。で俺はそれに乗っ取ってその通りやった時の話で、はいはい、でもね、俺いろんなこと言われるんですけど、プロレスラーになって言われるんですけど、俺は猪木さんの言われたことを、入門して言われた当時に言われたことをそのままやっただけですよ、はいはい、本当に。で俺が入った頃、猪木さんはなんかプロレスでいつまでもこんな飛んであげたりじゃなくて、ちゃんと技術を持ってレスリングの技術でみんなをうならせるようなその競技にするんだっていうのを言ってましたしね、うん、総額通りだと言ってましたね。どうしましょう。最後、レイアウト最後ですか。危ないけどさ、はい、まあ、もうこの辺の人間はでも軽いですからね。ああ、そう、体重がそうです、はい、多分。だから俺、アンドレジャーマンで投げたらと思ったんですよ、はい、だからクラッチさえできればやる自信あったんで、でもアンドレ言われたらクラッチできなかった。あ、そう、ヨキさん、どうしよう、90、あっても90、100キロなかったでしょ、95とかそんなもんでしょ。下手したら80、90の間ぐらいなんだ。80、90とかないけど、でも90は超えたけど、はい、でも90から95の間ぐらいでしょ。あ、はい、これもでも綺麗なスープレックスですね。
俺でもジャーマンでやると気をつけてなきゃいけなかったですね。なんでかって俺すごい体の柔らかさに自信があったんで、はい、思いっきり剃ったらね、かかとと頭がくっつぐらいできないバーンと。でそこまでやっちゃうと、はい、相手の首痛めちゃうんで、できなかったですね。だから、あ、でも確かに緩くブリッジしないとダメだから。でも緩くやりすぎると今度自分の首痛めるんで、はいはいはい、それをちょっとね、なんかねバーンと言ってしまうから自分調整しないとしてその柔らかさってもともと生まれつきですか、それとも何かこう、何かで なんかまあ、あの180度回転なんかもう空手の時にね、はい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 、バリバリってやられてたんですよ、ね、はい、でブリッジはもう最初はこんな感じだったけど、やってるうちにだんだん柔らかくなっていて、まあ、もうこれ柔らかく振るのかな、はい、っていう感じですね。 T シャツとかも違うんですね。なかなかおしゃれに出ないですね。なんていうか、あのプロレスの会場とかなんかありがちな、はい、あれちょっとレベルと企画が違いますね。そうですね、もう一般の全くプロレスのファンとか関係ない人が、はい、おしゃれに着るっていうんでもいいんじゃないですかね。面白いです。宇野さんのがこれ、宇野くんのこれですね。宇野くんでもこういうセンスもあるんですね、これね、はい、すごいな。宇野くんこれで横浜で、はい、うろうろしたらたまたま自転車乗ってる、はい、乗って通りかかってきて、はい、あ、前田さんと言って、はい、昼間に、はい、僕何してんのこんなとこで、はいはい、だから女房にね、昼間からぼーっとしてんだったらお風呂でも行ってきなさいとか言って無理やり家を出されたで今からお風呂に行って銭湯に行くんです